プレイステーション5プロのスペックがリークされました。言いたいことは2つある。1つ目、もともとリークされてた内容と全く一緒だから、なんでネット上でこんな騒がれてんのっていうことと、2つ目が実際新しく分かったことはちょっとなんだけどあるので、そこはちゃんと見ていこうと思います。ということで早速入っていきましょう。いきなりねこんな感じで始めるのもね、なんか雰囲気悪い気はするんだけど、マジでなんか 16.7 テラフロップスがうんたらかんたらって騒ぎ立ててる人は、ここまでに出てきてたリークをちゃんと見てなかったんだろうなっていうことと、あのテラフロップスが何なのかを理解してないんだろうなっていうことで、そちらについてもね、次に解説していきましょうか。はい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 。そしたら、まずスペックの内容ですけども、全通8コア16スレッド、 GPU が 16.7 テラフロップスRDNA を利用しているということが書いてありますけども、どの RDNA 世代かは書かれておりません。ここもねちょっとね、あのネット上で騒がれているところですね。続いて、メモリについては GDDR6 が 16GB、 ただし DDR5 2GB が追加されています。これがあのちょっと新しい情報っていう部分ですね。 SSD が 2TB、USB Type A ポート 10GB のものが2つと、Type C ポートは、10GB が1つと、ハイスピード、USB ってさ、ハイスピードだのなんだのじゃなくて 3.0 とか 3.1 とか3、おそらく 10GB より遅い USB Type C が1つなので、 Type A と Type C が2つずつになっています。拡張 M.2 スロットは、今まで通りにあるのと、これ自分がねポルトガル語はねあんまりわからんだけど、ディスコって書いてあるんで、多分ディスクドライブをさせる穴があるよっていうことだと思います。この部分はで、イーサネット IE80211ABGNACAXBE、 この BE が確か Wi-Fi7 だっけ。なので今までよりかはちょっと早い Wi-Fi 規格に対応しますが、ぶっちゃけ Wi-Fi7 に対応したルーターを持ってる人って多分そんないないと思うんで、そこまで、近い将来はそんな関係ないんですけども、ここから1年2年経つうちには重要なことになってくるかもしれないです。 Bluetooth は 5.1 対応っていうことになります。で、もう一個大事なことですね、そういえばありました。 390W になっています。でこれで大事なのが、あの 390W 消費するだなんてなんてこったいっていうふうなことを、言われてる方もいらっしゃいましたけども、大事なのが、あのすでにベースの PS5 でこれ 350W 表記だったかなになってるんですよ。で今回のプロが390W 表記になっているということで、あの PS5 って実際重めのゲーム遊ぶときに大体 200W 消費するんですよ。っていうことで、あの実際ここに390って書いてあるからといって 390W 消費するわけではありません。消費電力は2倍にはなっていません。ただし、じゃあこれが実際どういう風な数字につながるのかっていうことになってくると、2つ見方があります。1つが、ここで 40W 増加しているので、ここも 40W 増加して、240W ほどになるっていう見方と、比率っていう見方もあります。ここが何倍になってるから、じゃあこっちも何倍になって、それで計算すると確か 220W ぐらいだったかな。どちらにしろおそらく 220W から 240W 程度を消費するような形になるかと思いますので、まあそういったところは あまり心配する必要はないかなと。せいぜい1割か2割の電力消費の上昇ということになります。で、それの背景にはかなりノードシュリンクされているっていう部分があるんですけども、ノードシュリンクっていうのが7ナノメートルとか6ナノメートルから、確か4ナノメートルまで下がってるっていう記述をネット上で見た気がしますけども、そこはまだしっかり調べてないので、一旦流させてください。まあ話したいのはそんなところなんで、詳しい解説の方に入っていきましょう。で見たいことは3項目あります。1項目目、 CPU パフォーマンスについてです。これ昨日のモンスターハンターの動画でちょっと分かったことなんですけども、ちょっと不思議なことが起きている、それとても気になる。2つ目、 GPU のパフォーマンスです。このテラフロップスの何のっていう話はもう少し紐解いていきたい、動画の序盤で話した通りの問題もありますし、で3つ目が、この DDR5 が 2GB 追加されたっていうのはどういうことなのか、そこに着目していきたい。で順序的には逆向きに行きましょうか。まずは DDR5 の解説から入っていきましょう。で、もともとの PS5、 フォントがちっちゃい、もともとの、PS5 っていうのが、GDDR6 の 16GB が搭載されていました。で、PS5 Pro については GDDR6 が16GB プラス、海外の顔に食い込んどるな、ちょっと
ちょっとこっち来てね。はい、OK です。DDR5 が 2GB っていうことになってます。で、 GDDR と DDR の違いっていうのをまず解説したいんですけども、 GDDR の G はグラフィックスの略です。なのでグラフィックス専用のメモリが GDDR6、 そして DDR5 が、まあ、あの PC のメモリとかにも使われてますけども、こちらが CPU に特化したメモリっていうことになっています。まあ、ゲームコンソールの場合は CPU 向けっていうよりかは、あのこちらが OS 向けで、こちらがゲーム向けっていうことになります。ゲーム向けのメモリと OS 向けのメモリです。もともとの PS5 はゲーム向けのメモリを 16GB 搭載してたんですけども、 OS 関連もこのゲーム向けのメモリにやらせていたんですよね。で、 PS5 Pro ではそのゲーム向けのメモリじゃなくて、ちゃんと OS 専用のメモリ用意してやるからそっちを使いなさいっていう、設計です。この分、もともと OS のために 2GB 分消費されてた GDDR6 の方、ゲーム向けメモリの方がゲームに割り当てられるようになりますので、開発者がゲームのために利用できるメモリの容量っていうのが、これだけで単純計算 2GB 増加します。それだけでなく、確か 28% ほどこの GDDR6 が、まあ、オーバークロックというかクロックアップされていますので、この 28% 分さらにメモリパフォーマンスの向上が期待できますので、まあ、その辺ダブルで合わせると多分 30%、40% 程度のメモリパフォーマンスの向上が期待できると思いますので、特に高解像度のゲーミングにおいてはプレイステーション5 Pro が力を発揮できるということになるんですけど、まあ高解像度に強いっていうのは、あの、まあ、プロコンソールなんでね、当然ちゃ当然ですよね。さあ、メモリについてはそんなところにして、続いて GPU の方です。で、この GPU っていうのが多分ネット上で一番荒れてるやつなんですけども、荒れてるっていうか話題になってるっていうか、あの PS5 がRDNA2 ベースでマイナスアルファっていう表記をするんですけども、 RDNA から、まあ、あの開発者っていうかマークサーニーさんの開発チームが不要と判断した機能をぶっこ抜いたやつなので、 RDNA2-A という風な表記をするんですけども、プロの方がね、ここのスペックシートにアーキテクチャ書かれてないんですよ。なのでそれがあって、じゃあ変わってないだろ、 RDNA2-α のままだろっていう風な意見を結構ネット上で見かけるんですけども、個人的にはというか、現在出てる情報を分析する限りではそれはまずないというのが、自分の意見です。というのも、レイトレのパフォーマンスですね、レイトレのパフォーマンスが PS5 からプロになるだけで、3倍から4倍っていう話だっけ、確か海外に食い込んでるな、3倍から4倍なんですよ。で、この RDNA アーキテクチャを保ったままレートで3倍から4倍にするっていうのは相当難しいっていうか、ほぼ不可能に近いと思うんですよ。なので何かしらアーキテクチャ的な強化はされているはずである。ということで、もともとのリークですと、これは RDNA 3.5 プラスレートレのみ RDNA4 というふうになっています、現在のリーク通りであれば。で、正直この RDNA 3.5 プラスレートレのみ RDNA4 というふうに書いているリークについては、それ以外のリーク内のことについては、まあほぼ全て正しいですので、リークの信憑性自体は非常に高いということで、おそらくこの記述も正しいと思います。なぜこの情報においてはあえて RDNA のバージョンが記載されていないのかっていうのが、正直ちょっと難しいところではあれ、なんでこういう判断をしたんだろうかっていうのは自分もちょっと疑問に思うところではあるんですけども、あえて予想をする、あえてっていうか強いて予想をするのであれば、もともとの PS5 で RDNA2 ベースのいらんもんぶっこ抜いたやつですっていう風な話をした時に、じゃあ RDNA1 じゃんみたいな人が結構な数いたっていうのであるとか、あとは RDNA 3.5 に RDNA4 を乗っけてるっていう設計っていうのは結構複雑で、こう一言で言いづらい。全通は一言で言えるじゃないですか。でも RDNA 3.5 プラス RDNA4 っていうのは一言では言い切れないし、そもそもこの 3.5 ってなんやねんっていうツッコミが、こっちのことを RDNA4 じゃねえや、 RDNA1 って
こう断固として言ってた人たちに絶対この 3.5 突っ込み入れられるので、あのそういう意味でまあ記載するのも面倒なのでやめときましょうっていう発想になった可能性はかなり高そうだなというふうには個人的に思いますが、現状のリーク通りであれば RDNA3.5 プラスレイトレのみ RDNA4 ということになっています。で、このテラフロップス数についてもちょっと言及しましょう。 16.7 テラフロップスですね。で、面白いのがあのこのこの動画の終わりまでに果たして何個ペイントを開いてるかな。PS5 の方が 10.23 テラフロップスぐらいだったかと思います。でプロの方が 16.7 テラフロップスというふうになってます。ここでの上昇量がだいたい60%何ぐらいですね。60%何ぐらいの強、電卓に入れれば一発なんだけどちょっとめんどくさいので60数%の強化っていうことになってます。ちゃんとやるか、ちゃんとやるか。 16.7÷10.23 は、1.63 倍ということになりますので 63% の強化になっていますっていうことから分かるのが、一応 67% の、コンピュートユニットの増加っていうのはもうすでに、分かっています。で、このテラフロップスっていう数字は CU 数と比例します。ちょっと数学記号を使うか、かけるかな。はい、CU 数とテラフロップス比例してます。続いてクロック数と、よいしょ、テラフロップス数は比例しています。ここから分かるのが CU 数が 67% 増加しているっていうことはテラフロップスがまず 67% 増加するはずだ。ただ実際には 63% しか増加していないので、この 4% 分はクロックが 4% 分低下しているということになります。下矢印が映ってないね。低下しているということになりますので、まあそういうことになります。ただここですごく大事なことがあるんですけども、あのプレイステーション5プロの GPU と RDNA 3と4ですね、この2つの GPU を比較するとテラフロップス数がすごい変な数字になっちゃってるんですよ。っていうのが、あの PS5 プロ16.7 なんですけども PS5 プロと同じぐらいの性能だと言われている、言われているって、あの誰が言ってるのかってのもあれなんだけども、ネット上で言われているのを見かけましたレベルの話なんだけど、 7700X ですね。この 7700X がちょっと自分も正確な数字忘れるけど多分30テラフロップスぐらいあったと思うんですよ。あったと思うんですよ。でこの 7700X の30テラフロップスとプロの 16.7 テラフロップス比べると 7700X の方が2倍強いじゃんっていう話になっちゃうんですよ。でこれを見た面白いネット上の面白い人たちがね、愉快な人たちですよ本当に、そういう人たちがですね、プロは 16.7 テラフロップスしかない、 7700X は30テラフロップスあるであるとか、あとは NVIDIA の方の GPU が何十テラフロップスあるっていうのを見てプロ雑魚みたいな話をしてるわけですよ。でそれは違うっていうふうに自分が説明をするのは、デュアルイシューというものが存在します。デュアルイシューですね。デュアルイシューだったかな、ここの綴り違うかもしらんけど気にせんといて、デュアルイシューっていうものがあります。これは一つのコアが、確か SIMD だったと思う、SIMD 処理っていうのが、あるんですけども、この SIMD 処理をするときに1回の処理で1回攻撃できてたのが、あの RDNA2 までですね。 RDNA3 からはこのコアが SIMD 処理をするときに1回の周波数で1回のクロックで2回攻撃できるようになったんですよ。なのでこれによってテラフロップスは2倍になってます。
テラフロップス2倍になってます。ただしゲーミングにおいてはそんな頻繁に発生するものではないということで、テラフロップスっていう理論最大値っていうのは2倍になってるんだけども、実測値は全くもって2倍になってないんですよ。だからこそこの RDNA3 を搭載している 7700X はなんか30何テラフロップスあるんだけども、実際のところこの SIMD 処理分の補正を入れてやると、実際これは15だか16テラフロップスであるという結論が出まして、じゃあ PlayStation 5 Pro と比較してやると、ああ なんだテラフロップス大体一緒じゃないかという結論に至るわけです。さあ GPU の話はこんなところまでにして、最後に CPU、 これが一番面白いところです。一番面白いんだけど短くまとめようと思います。でその内容なんですけども、もともとこの CPU ってそんな強化されないはずなんですよ。一応 CPU 強化モードっていうので、 CPU のクロック周波数が 10% 速くなるモードっていうのは用意されているっていう話でした。 PS5プロを 3.5GHz、3.85GHz プラス 10%、1.1 倍ですね。10万逆だね。かける 1.1 っていう風にしとこうか。クロック周波数がそれだけ増えていますので、パフォーマンスもだいたい 10% ほど向上するっていう風に言われてるんですけども、大事なのが、これデフォルトではないんですよ。あくまでもプロっていうのはこの 3.5GHz で基本的に運用されているんだけども、開発者が望むのであればプロ専用の CPU パフォーマンス強化モードみたいなのがあって、それでこの 3.85 っていう数字を出せるということです。っていうふうに考えると、前回動画のモンハンの方に話を移したいんですけども、前回動画のモンハンのやつで話した通り、モンハンがだいたい45から50fps PS5 の方で出ます。じゃあプロの方でどんくらいのフレームレートが出るかっていうと、だいたい50から55のはずなんですよ。高くて56とかそういうレベルなんですよね。ただ実際にあれは60近く出てました。おっと帰ってこい。60近く出てました。どういうことか、2つ考えられる要因があります。1つ目がこの PlayStation 5の方、可変クロック周波数っていうのを活用していました。なので場合によっては 3.5 からちょっと下がって 3.2 とか 3.3 とか 3.4 とかまで下がっている可能性がありますが、PlayStation 5 Pro は、電力消費が増えていることからも分かる通り、もうちょっと馬力がありそうだ。でその馬力があるので、この 3.5 からこの 3.2 とか 3.3 とか 3.4 まで下がる頻度が少なくなるので、実際はこうやってクロック周波数が下がらなくなった分、プラス 5% ぐらいのクロック周波数に期待していいのかもしれないっていうのに加えて、あとはRDNA のアーキテクチャが強化されるというふうに話したんですけども、 RDNA のアーキテクチャの強化、レートレ性能の強化に伴って、キャッシュ周りが改善されているとすると、そういったキャッシュ周りの改善で、このデータというものをですね、データを効率よくCPU に送ることができるようになったかもしれない。でこのデータを効率よく CPU に送るっていうのはめっちゃ大事で、AMD の 7800X3D からも分かる通り、キャッシュを搭載するだけでゲーミングパフォーマンスって上がるんですよ。でそれはデータの流れが滑らかになったからっていうのと一緒で、プロ版についてもさすがに 3DV キャッシュを搭載しているとは思わないんだけども、それ以外の部分でのキャッシュの最適化があったことによって、データストリーミングが安定して、結果としてさらにプラス 10% ぐらいのパフォーマンスがあったのかなと。そうすればこの 60fps がちょくちょく出てたことの説明はつくんですよね。あくまでも予想ではあるし、もう一つすごい大事なことがあるんですけども、このプラス 10% がプロ上でモンハンワイルズのベータを動かした時に適用されていると思えないんですよ。だってこれはプロ専用の設定で、開発者が手動で入れないといけないことなので、多分プロ上で動いてたワイルズのデモじゃなくてベータっていうのはこのプラス 10% の恩恵はなかったんじゃないかなと思うんですよ。なのでこの恩恵がない状態でさえこっちの恩恵が十分にでかかったので 60fps を出すことができていた。もしくはこのプラス 10% の CPU 強化っていうのは開発者が手動でオンにしなくてはならないものではなく、もしかしたら
プレイステーション5プロ上ではデフォルトにオンになっている、デフォルトでオンになっている設定なのかもしれない。そういったところが想定されますね。はあ、久しぶりにハードウェアにゴリゴリに入っていくような動画作れて楽しかったです。皆さんも楽しんでいただけたら幸いなんですけども、プレイステーション5プロや、モンスターハンターワイルズのパフォーマンス、そういったことについての動画は引き続き公開していきますので、楽しんでいただけたら高評価よろしくお願いします。そして見逃さないように将来的な動画を、チャンネル登録の方もしていただけるととても嬉しいございます。来年の TGS までに3万人目指してますので、ご協力いただけると嬉しいです。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。